カラバと夏振りと、あれ毎日さ、うん、あれ何ちょっとさこれさこれ、うん、聞こえるかこれ言っていいのあれ、いいよいいよ言っていいの、うん、言ってじゃん私見たの？見たのか見たか。見たどこにいた？私は真ん中らへん、2番ぐらいにいた。あ、2番か。前の列の2番にいた。あ、じゃあ隣に隣かも。レイカちゃん、うん、アスカの後ろ。あ、とかユッタとかそこら辺のとか。そう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 。なんか、うん、どこだっけ？マネキンとラバーが終わって夏振りの時にこう制服から衣装チェンジ早着替えみたいな。パッってなって、うん、最後制服のこう上だけ持って。行くぞーって投げるところを、うん、もうそこは絶対にかっこよくしてねって言われて、演出家の人に言われてて、言われてたのに、うん、新内さんは、うん、じゃあだ行くぞーちょっとあのねみんな後ろに投げろっていうのに私真上に投げてそのままバコンってきて私完全にアスカのだと思ったの、うん、だからふざけんなアスカと思いながらやってたんだけど自分だった自業自得面白いそれ。いや本当にね。あれめっちゃ聞いた時知らないからさ、うん、周りの人、うん、そんなの人いるのと思って。やめてよ。なんかマーヤとかかな。うん、ああどういおりとかかなとか思ったら、うん、マーイチュー。でもそれがさ演出家の人にバレてたの面白い。すごいよね。でも目立つでしょあれはすごい。いやあれはねちょっとびっくりした。いや楽しかったですね。そう楽しかった、うん、でも楽しかった。人狼が多分好きすぎて、うん、熱くなっちゃうんだよね。うん、いやでもそうだと思う。カズミンにせよ上手いからこそ、いやいや上手くはないの。カズミンがめちゃめちゃ上手いから、うん、私よくカズミンってやってるんだけど、うん、いやマジ本当にねそこに入れないもん。強すぎるって。いや本当にカズミン家でね、うん、カズミンの地元の子たちと私の地元の子たち十何人ぐらいでやったの、うんうん、え何その回、うん、えめっちゃ面白いっすよ。だから向こうも、うん、私たちは初めましてで、うん、でカズミンの地元も私たちが初めましてだから、うん、なんかもう最初は名札も、うん、私の友達の名前をみんな貼って分かんなくなっちゃったら、うんうん、私とカズミンはさすがに分かるから貼んなかったんだけど、うん、他の子たちみんな名前貼って、うん、みんなで人狼してた。すごいね。そういうのめっちゃ5時ぐらいまでやったかなやりすぎ。そう、面白いね。投票し、あ、投票できるんですか。これだったら私どっちでも恥ずかしくない。いや恥ずかしいかな。10段目恥ずかしいかも。でもなんかすごい乃木坂に入っておたまの階段1段目で入ってきて、あのこんなに最後までいじられると思ってなかったんですよ自分も。9年前の私もね。だから最後まで全うしようかなびっくりしたの。こんなにあのいじられると思って、あの当時の私、入りたてのピチピチのアイドルだった私が1段目って言ってたのがさ、まさかすぎて。あれすごい、牛久の思い出を知ってる人いるの？牛久のなんかどっかのなんか体育館みたいな会場でなんかアンダーメンバーでミニライブみたいなのをさせていただいたことがあって、入って多分半年、そんなことないか、いや半年は嘘だな、いや嘘かな、あれ2013年かな。そう、牛久でやってきたんですけど、その時に5曲ぐらい、いや3曲から5曲ぐらいの間だったんですけど、そこにひなこと私がそのアンダーメンバーのアンダーとして出させていただいてて、先輩が出れないところの枠を埋めてたんですけど、本当になんかその言われたのが2日前3日前とかで、めちゃくちゃ時間がない中でめっちゃ覚えたんですよ。そうで、当日もすごい外は大雨で、なんかその待機場所もなんか 6畳ぐらいのところに全員で入るみたいな感じで、すごいぎゅうぎゅうだったんですけど、むしろそれでなんか先輩の皆さんと仲良くなったイメージがあるので、すごい楽しかったですね。うん、でもなんかすごい不思議な感覚でした。なんかその体育館みたいなのが、なんかこれ使って申し訳ないんですけど、体育館がこうあったとしたら、なんかステージが、あ、ステージこっちの方がいいか、ステージがこの四角いところだとすると、なんかここの部分になんかキッズコーナーみたいな、なんか三角のポールみたいなのが立てられて、ここになんか赤ちゃんとか、なんか
その未就学児っていうんでしたっけ、そうの皆さんがいらっしゃって、その後ろになんかファンの皆さんとか保護者の皆さんがいらっしゃって、なんかすごい不思議なイベントだったんですけど、私はすごい思い出に残ってます。すごいひなこと頑張ったイメージですね。やっぱ先輩に迷惑はかけられないんで、絶対間違えちゃいけないし、本当に緊張しましたね。はい、まいちゅんっていうあだ名の由来、これね、いろんな人に聞かれるし、なんか時々答えてる気がするんですけど、まあ、マイマイとマイヤンがいたんですよ。乃木坂46にはあのマイが3人あマイが2人いて、私が後輩として3人目のマイになってしまったんですね。でやっぱそのアイドルって私的にはなんかそのあだ名みたいな、ニックネーム、愛称みたいなのがあった方がいいのかなって思って、全然呼ばれたことなかったんですけど、なんか地元とかでなんかふざけてマイチュンマイチュンみたいな言ってくる友達がいて、でそのなんか他にも候補があったかって言われると全然浮かばなかったから、よしとりあえずマイチュンって書きましたそしたらこんなに広まってなんか嬉しいなって思いますし、その子はなんかもうすごい鼻高らかにしてます。今のなんか私が決めたみたいな違う違う違うと思って、そうなんですよ。だから自分考案ではないんですけど、とりあえずなんかそのニックネームがあった方がいいかなと思ってマイチュンにしました。でも結果的にね、やっぱ全員被らなかったですし、うん、メンバーは全員マイチュンって呼んでんじゃないかな。なんか私結構ファンの皆さん、あのリスナーの皆さんは特に基本的に新内さんなんですよ今日もすごいそのハッシュタグ検索してて、あの大人の階段10段目見てた時に新内さんが結構多くて、あやっぱ私って新内さんなんだなと思って、でもどっちも嬉しいです。うん、なんかやっぱ新内さんは新内さんですごいなんか慕ってくれてると言いますか、すごいなんか大事にされてる感もありますし、マイチュンはマイチュンで親しみを込められてる気もするので、すごいどっちも嬉しいですね。はい、あすごい嬉しい、分かってくれてるみんな。そう、私実はファースト写真集の時に矯正したてで歯が全然違うんですよ。すごいみんな、そう私矯正してるので歯は全然違うかなと思います。そっか、歯のこと言えばよかったな今日の取材でも。歯全然違うんですよ。なんか多分ここら辺の犬歯の奥の歯が出てるんですよね、なんかその調整中で。だから多分なんかあんま犬歯の次の歯が出ることなかったんですけど、そう私すごい歯オタなんで歯について語り出すと長いのでこれぐらいにしますけど、でも確かに歯並びは綺麗になったなと思います。そう嬉しい歯オタってそう私歯オタって普通に言ったんですけど、私歯のことを調べすぎてメンバーから歯オタって言われてるんですよやばいですよね。歯のことは何でも私に聞けってみんな思ってるらしくて、私が紹介したあの親知らず抜くところマジで本当に冗談抜きでメンバースタッフさん含めて多分20人は言ってますね。うん、本当にいつもお世話になってます新内組って結局誰がいるのっていう質問をいただいたんですけど、新内組、そうこの間の誕生日にあの桜坂46の菅井ゆかちゃんから連絡あったんですよ、新内さんおめでとうございますみたいな。でその時に私は未だに新内組ってだと思ってるって言ってくれて、私的にはもう新内組って呼んでいいのかもおこがましいというか、私が恐れ多くて、いや菅井様そんな新内組なんて全然ですと思いながら連絡してたのですごい嬉しかったです。うん、私はまだ新内組だと思ってますみたいな言ってくださってすごい嬉しかったので、ぜひご飯行きましょう。嬉しい、よろしくお願いします。緊張しちゃう、わーわーわーそうでも本当になんかそのなんだろう、
新一組だと思ってますって言ってくれることがやっぱありがたいなって思いますね。なかなかね、私もその他の坂道の皆さんのスケジュール知らないので、なんか誘いづらいと言いますか、なんか気を使ってしまうんですね。でもきっと後輩からの方がもっとね誘えないから、私がやるべきですよね。すいません。そうなんですよ。でも菅井梨花ちゃんありがとうございます。そう、でも結構私いろんな人、桜坂の子は特に尾関もそうだし、尾関梨花ちゃん、あと羽生美沙穂ちゃんとかとも連絡先を交換してるので、そのなんか誕生日のためにとか卒業の時とかに連絡をいただけてすごくありがたいなと思います。うん、嬉しいですよね。だから私もちゃんと誘いたいなって思います。言ってくれますかしかもなんかこの間そのオールナイトニッポンやった時に2人、尾関梨花ちゃん、櫻坂46の尾関梨花ちゃんと、日向坂46の松田好花ちゃんに誕生日プレゼントいただいたんですよ。なんてできる後輩なのって思って本当にこっち何も用意してなくて本当申し訳なかったなって思うんですけど、そうプレゼントをご用意していただいて、松田好花ちゃんがケンズカフェ東京のガトーショコラ、あれ数量限定なんですよ、初めて食べたんですけど美味しすぎてもう本当に最高って思いましたね。で松田好花ちゃんじゃなくて、尾関梨花ちゃん、尾関の方はあのエシレって知ってます皆さん、バターで有名なエシレのクッキーいただいたんですよ。それも私大好きで、しかもエシレが元々大好きなんですけど、もうそのクッキーをいただいたので、もう毎日一つずつ大切に食べてます。なんかもう本当にセンスって思って本当にありがとうございます。アワポスターですこっちにあります。ちなみにこのポスターがつくのはショールームさん限定ですね。ですし今日をが終わったらもう買えないものなので、ぜひ皆さんこの機会に買ってくれたら嬉しいなと思います。はい、あわあわやりたいだけやりたいだけこうやってこっちなんだよな、ニアミスだったんだよな、さっき。そう、なんか私結構テレビっ子だったんで、そのテレビのなんか宛先はこちらまでみたいな、よく私すごいテレビで見てたんですよ。平成の初期ら辺ってそういうの多くなかったですか？なんか宛先はこちらまでみたいなやつをやってみたかったんですよ。だから多分これに憧れがあるいやそうなんですよ。あ、すごいみんなわかるよって言ってくれる、嬉しいそうだから、なんとかをご覧の皆さん、こんばんはとかもすごい憧れでした本当に。あ、そう言ってくれてる人いる、コメントでね。でも宛先はこちら最近見なくないですか？あんま見ないですよね。多分やってるメンバーもあんまいないんだろうなって思うんですけど、私はこれをやりたかった。こちらまで、で先はこちらやりたいだけ青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。